カモミール、カモマイル、学名、マトリカリアレッキキタは、キクカシカギク属の一種の体幹性一年層。和名はカミツレである。ただし、抗義の意味で、カモミールと呼ばれる植物は他属を含めて、他にもあるため、本記事で解説する、学名マトリカリアレッキキタを、特に、ジャーマンカモミールと呼んでいる。カモミール全般は、ヨーロッパでは、ハーブとして、同じように使われてきた。 ロシアでは国家となっている。ジャーマンカモミールの花は、黄色い中央の筒状花が盛り上がり、満開になると絶頂花は下に垂れ下がる。日本での故障は様々で、カモミールやカモマイルの他に、カミルレ、ジャーマンカモマイル、カミレ、カモミール、ゼルマン、ドイツカミルレと表記したり、カモミールジャーマン、ドイツカミツレと表記がなされたりする。 カミルレの語源は、従来の和名カミツレの発音が好ましくないという意見から、オランダ名のカミツレに基づくものである。和名、カミツレの由来は、オランダ語名カーミレの綴り字に、カミツレツ、カミツ、ジレツなどの漢字を当てて、カミってとし、これを孤独したものである。学名のマトリカリアレッキキタは、一世紀頃のギリシャの役所書に記されている、地面のリンゴに由来し、 リンゴの草という意味がある。英語名カモミールの語源は、大地のリンゴという意味のギリシア語名のカマイ名論で、これは鼻にリンゴの果実に似た香りがあるためである。スペイン語名のマンサニージャは、リンゴのようなものという意味。俗名のマトリカリアで呼ばれることもある。俗名の語源は、ラテン語で子球を意味するマトリックスで、本属のある植物が婦人病の薬として、 用いられていたことに由来する。マザーッツハーブとも呼ばれる。北ヨーロッパ及び西アジア原産と言われ、ヨーロッパから西アジアにかけて分布し、北アメリカには幾化植物として分布が見られる。薬用植物として広く栽培が行われている。日本へは江戸時代にポルトガル人やオランダ人によって伝えられたと言われる。その後、 鳥取県や岡山県などで栽培が始められた。現在は広く普及していて、庭に植えられることも多く、飛んだ種からそのまま野生化することもある。カモミールのイラスト1年層で、秋巻きの時は2年層である。株全体から甘い方向を漂わせており、花を揉むとリンゴに似た、特有の強い方向を放つ。草丈30から60センチメートル内外になり、方向がある。 茎は緑色で平滑、まっすぐ直上して多数枝分かれする。葉は互生し、部城服用で2回、または3回に、跳ね裂し、裂片は短い紐状で、コスモスのような葉の形をしている。葉の色は、浅木色。晩春の5月頃に、慶長に三胞下状になって、マーガレットを小さくしたような直径2から3センチメートルくらいの頭花を1個つける。 頭花の直径は13から25ミリメートル、双方辺はやや同長、過小は長円水型で落出しており、周囲に一列に並んだ白い絶上下で囲まれ、中央には盛り上がった鮮やかな黄色い筒状花が多数からなる。周囲の白い絶上花は満開になると下に反り返る性質がある。花の付け根の花卓は中空になる。痩せ川、細小で、 片面に縦に並ぶ5本の筋があり、寒毛はなく、上端に小突起などはない。日当たりと排水性が良い土壌を好み、夏の暑さや乾燥に弱い性質がある。種が非常に小さいため乾燥さと混ぜて、春か秋にないどこなどに密にならないように上の間隔を30センチメートルほど開けて直巻きする。服土はせずに、種をまいた地表が乾燥しないように管理する。 発芽したら間引きし、高さが6から7センチメートルほどに生育した苗を間隔を40センチメートルほど空けて定食する。土は石灰を混ぜて窒素を控えめにした肥料を施す。病害虫として新葉や蕾にアブラムシがつく時がある。特に晩春はアブラムシが多発する時期である。初夏には花が咲くので摘んで乾燥させて利用する。収穫撤去は 絶頂花が水平に開いている時で、絶頂花が下に垂れ下がると収穫には、やや遅い。花を摘めば摘むほど、枝分かれをして次々と多くの花を咲かせる性質がある。開花が終わっても、花を少し残して、株をそのままにしておけば、こぼれた種が、自然未生でまた生えてくる。古代、バビロニアやヨーロッパ各地で、伝統的に、薬用植物の一つとして、 広く使われてきた。精油は主に薬用にされ、化粧水にも利用されている。民間では花を乾燥させたものを煎じて、消炎や発汗の民間薬として服用されたり、ハーブティーにして飲まれるほか、入浴剤、ポプリにも使われる。カモミールの精油地上部の形容、特に花に良い香りがする精油を含んでいる。精油成分には主にカマレンを多く含むほか、 ノニール酸やテルペンアルコール、その他排糖体のアビゲニンなどを含んでいる。特有の抗期はテルペンアルコールによるものである。医療でも活用されているカマズレンは青色油状で腫れを引かせる消炎作用があり、その他の精油は塩水を興奮させて発汗、血液循環を促す作用が知られている。その他、腸内ガスの排出や体温を温める効果が知られている。 花から水蒸気蒸留法で精油を抽出したものは抽出が間もないうちは濃紺色をしている。この精油は濃縮された形のままでは不快な匂いがするが希釈するとフルーティーで甘いハーブ調の香りがする。精油は食品や香水に香料として使われている。アロマテラピーにも用いられるが学術的研究はほとんどなく。 ローマンカモミール油と混同されていたり、使われたカモミールの品種を特定できない研究もある。抗炎症作用を持つと考えられるが、検伝される精油の薬効の多くは、ハーブとしてのカモミールに伝統的に言われるものである。黄色味が強くなった精油を青くするため、偽和が行われることがある。 今から4000年以上前のバビロニアで、すでに薬草として用いられていたと言われ、ヨーロッパで最も歴史のある民間薬とされている。安全で効果的なハーブとして、古くからヨーロッパ、アラビアで利用された。中世までは、特にフランスなどで薬草として用いられ、権威、発汗、消炎作用があるとして、婦人病などに用いられていた。ハーブ処方の古典、 バンクスの本草書には、肝臓の痛み、頭痛、偏頭痛などに効能があり、ワインと共に飲むと良いと書かれている。なお、カモミールに含まれる、ルテオリン及び、赤ワインに含まれるプロシアニジンには、どちらもエンドセリンの阻害作用が存在する。フランスでは、薬草といえば、カモミールというほどよく知られ、スイスやドイツでも風、邪、頭痛、下痢などにハーブティーに用いられるほど、 よく知られたハーブである。イギリスではよく似たローマンカモミールをカモミールと呼んでいる。カモミールは仮称が空洞であるが、ローマンカモミールは仮称が充実しているので区別がつく。薬草としての公用はカモミールもローマンカモミールも同じである。欧州では伝統省薬製剤の欧州指令に従い薬品ともなっている。5から6月の開花期に、 花を摘み取って陰干ししたものをカミツレ花と呼んでいる。民間療法では、風邪の初期症状や下痢止め、胃腸炎などに、カミツレ花ついた治療10から15グラムを 600cc ほどの水で半量になるまで煎じて、食感3回に分けて分布する用法が知られている。工夫や体温を温めるには、カップにカミツレゲ5グラムほどを入れて、ティーとして飲用することが知られる。また、 翌頭量として、形容化、花を布袋に入れて、風呂に入れると、疲労回復、リウマチ、神経痛、腰痛に役立つと考えられている。服用、飲用以外に、風呂に入れる、入浴剤や石鹸などのスキンケア製品に使われる、例もある。安全性は極めて高く、子供に与えることもできる。ただし、カモミールは、菊化であるため、 キク科アレルギーを持つ人には近畿であったり、妊娠中の婦人には使用を控えるとする説もある。カモミールティーでアナフィラキシー反応を起こし、死亡した例がある。園芸療法で扱われるハーブとしては代表的。カモミールは同じキク科の女中菊などと同じく、近くに生えている植物を健康にする働きがあると言われ、コンパニオンプランツとして利用される。 例えばキャベツや玉ねぎのそばに植えておくと、害虫予防になって収量が増し、浸出液を内木に噴霧すると立ち枯れ病を防げる。ハーブティーや入浴剤として使用した後の花を土に埋め込めば、立ち枯れ病予防のほか、堆肥の発酵を促す効果がある土になる。病気のかかっている植物の近くに植えると、その植物の病気を治すと言われている。 カモミールが名前に入っている禁煙種がいくつかある。ローマンカモミールは、ジャーマンカモミールと、形態、成分ともよく似るが、鹿肉属ではなく構える無属の菊花植物である。ローマンカモミールの変種に、八重咲きや花をつけない、ものもある。このほかカモミールと名のつく栽培されているものに、コタ族のダイヤーズカモミールがある。 カモミールの花言葉は苦難の中の力や逆光に耐えるなどである。カマエメルム族のローマンカモミールなど、大文字のつではなく、即音で使う小文字のである。花の根元の部分、ありがとうございます。